ただ、いろんなものがただ連れてる連れてる。ダメだよ、奴らの手に乗っちゃ。やっぱり子供は飴玉あげるのが一番効果的だよね。会長、さらにダメ押しを。ああ、姫グッズの販売利益のうちいくらかは奨学金として支給されるのだ。やります、やらせていただきます。同じく。お前らな。な、お前も姫やるよな。嫌に決まってんだろ。大体なんでこんなこと学園が黙ってるんですか。抑圧だけでは人はコントロールできない。良い方向に導くにはそれなりにフラストレーションを発散させる場がいる。僕たちは欲望の吐け口ですか。そうだ、健全な欲望のな。どこが健全なんですか。君たちが男だということに意味があるんだ。